よし、50メートルダッシュ15本終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備。はい。おら、どうした、声が出てないぞ。もっと元気出せ。はい。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんな、お疲れ様。汗かいたでしょ？みんなタオル持ってきたから使って。サンキュー。しかし、マネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに。今じゃ、すっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。え、なんでだよ。なあ、なんでだよ。もう、いい。あいて。おい、翼。翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん。あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって誰だ。ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の実力に注目していろいろ面倒を見てくれてる人なんだよ。今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ。へえ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話。本当ですか。いくつかのチームから返事が来た。お前のプレーに関心を示して。じゃあ中学を卒業してすぐにブラジル。ああ、しかし向こうもプロだ。おそらく向こうに行きプロテストを。はい。翼のサッカーの師ブラッ翼は小学校卒業と。しかしロベルトさんは何らかの事情で翼を。だが翼は失意をバネに大きく成長し全国中学生サッカー大会を。翼の実力は今や高校。片桐さん。ああ、すまない、ちょっと考え。それじゃあ今日はこれで失礼する。え、もう。私も忙しくてね、これから全国を視察に回らねばならないんだ。まあとにかく今は全国中学生サッカー大会に全力を傾けろ。はい。必ず勝てよ、翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。そうだ翼、3年連続、いや小学生の時から。そしてブラジルに渡りサッカーの国でもトップになるんだ。その時日本のサッカーは変わる。そして夢はワールドカップ優勝。じゃあまたな。話は終わったみたいだな。うん、よし、じゃあ紅白戦始めようぜ。うん。ハーフタイム、ハーフタイム。お前たちの実力、去年と大して変わってないみたいだな。何？お前は、ヒューガ君。てめえ、たまたま近くに遠征に来たんでな、挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ？全国中学生サッカー大会。俺たち東邦学園はお前たち南葛に負けてに。しかし今年は違う。中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、他の選手たちの実力も大きくレベルアップした。それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、東邦学園のチーム力は格段にアップした。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、チームの総合力が一番強いチームが勝つんだ。今年こそお前ら南葛に勝って東邦学園が優勝をいただくぜ。ヒューガ君、俺たちだって負けないよ。
今年も優勝するのは難活さ。そうだぜ、今年もお前たちを準優勝にしてやるからな、覚悟してろよ。けっ、おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気でいやがる。ほんとほんと、小学生の時同じ南葛 SC にいたものとして恥ずかしいぜ。誰だ。なんだ、浦部たちじゃねえか。久しぶりだな、小学生の時以来じゃねえか。慣れ慣れしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが、今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東方なんかじゃねえ。俺に何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ、お前らで南葛を倒すなんて夢のまた夢だ。いいだろう、俺たちの実力ちょっとだけ見せてやるぜ。似た、行くぜ大空翼。この感じは翼、そのボール俺たちから守ってみろ。行くぜ。よし、翼が4人がかりとはいえ翼からボールを。それいった。はい、いけ俺のハヤブサシュート。すげえシュートだ。見たか、これが大友中の実力よ。今年の全国大会出場は俺たちだぜ。いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで、県大会の決勝まで負けないようにせいぜい頑張ってくださいよ翼先輩。ああ、そうだ、ヒューガさん、先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも日本一になってから言ってください。何？じゃあ、あんたの愛弟子の沢田武史によろしく伝えておいてください。小学生の全国大会決勝戦の時と同じく。まじゃあ学校に帰るぞ。あ、学校に帰るって、ま、ここから大友中までって往復30キロ近くあるだろう。この程度いつも走ってる距離さ、どうってことねえよ。いつも、じゃあな。そろそろ俺も帰るぜ、集合時間があるんでな。あばよ。浦部たちのスピードは一緒にプレイしていた時とはまるで違っていた。あのスピードはさっき浦部が言っていたような毎日の努力から生まれているんだ。そしてあの新田という選手が蹴ったボール、彼のボールをトラップした時俺の足にしびれが走った。あんなことは小学生の時に日向君と激突した時以来だ。今年の大会は簡単には行きそうにないぞ。翼、そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応南葛 SC で全国優勝した時のメンバーなんだし、4人がかりじゃボールを取られたってしょうがないって。そうだよ翼。みんな、紅白戦後半はチームを変えよう。俺が 1,2 年生のチームに入る。みんなはもう片方のチームだ。どういうことだよ。いいから始めるぞ。
石崎、高杉、そんなチェックで南葛のディフェンダーが務まるか。森崎、今のくらい若林くんなら胸で取るぞ。一体どうしたんだよ翼。そうだよ、急に本気でやりだして。さっきの浦部たちのことを気にしてるのか。俺たちは油断してないつもりでも勝つことに慣れて自分たちはいいけど、さっきまでそれが余裕じゃなくてそれに努力してるのは浦部たちだけじゃない。全国にはもっともっとライバルがいる。みんな俺たちを目指して。それなのに俺たちがうぬぼれていたら。なんで。じゃあ翼。え、
翼の言う通りさ。確かに俺たち。ああ、それを消すには練習するしかないな。何でも言え翼。俺たちはいくらでもついていってやるぜ。そうさ、俺たちは南葛の戦士だぜ。みんな、よし、みんな全国大会3連覇に全力で突っ走るぞ。おっ